リア・キラタンの腰劇出演越劇は中国の伝統演劇の一つ。21世紀の現在では中国に大劇種、5大劇種の一つに数えられる。中国の主に、上海、石膏省、チャンス省、安記省、福建省、厚生省など中国東南部で多く上演されるが、近年では北京などでもアマチュア、腰劇団が活動しており、 全国劇種に発展している。強劇が感高い発声と打楽器を多用するのに、対して腰劇は柔らかいメロディーが特徴である。今日では女優中心に上演され、男性役も女優が演じ観客も女性が多いため、日本では中国の宝塚と呼ばれることもあるが、宝塚と異なり女優は結婚しても引退せず、活動を続ける。また、 全く男性腰激劇俳優がいないのではなく、超志向のように多くのファンを持つ男優もいる。1906年頃、石膏省を紹市、し、県で農民の間で行われていた株に期限があるとされる。1917年に上海に入り、当初は遊楽場などで上演活動を行い、そこで競撃や文明儀などの要素を吸収して、単純な株から、 登場人物の行動によって複雑な物語を表現する演劇へと発展していった。はじめは男性だけの演出だったが、1923年から女性も加わり、その後婚曲の優美さも取り入れて、男性後継者の不足もあり、ほぼ女性のみによる優雅な、激気になった。1937年から1945年の、 抗日戦争中は戦争の影響で映画の制作や輸入が衰えたので演劇が栄え、小劇も反映した。上海に入った当初は商工分離などと呼ばれたが、期限が古代の古史の国の地域なので1942年頃から小劇と呼ばれるようになった。1946年演劇るはリューアツオ浦共産党系演劇人の援助を得て、 農村の家父の悲劇を描いた、露人、祝福を脚色した、小林姉を上演し成功した。この作品はそれまで、主に男女の恋愛者を主に演じてきた、小刺激が成功のうちに、社会性の強い演目を上演したもので、新小刺激の記念碑と呼ばれている。1949年中華人民、共和国建国後は、小刺激は、共産党の日を終えて、大いに発展した。 今日、古劇の古典演目とされる、コーロウム、霊山白と祝英外、清掃期は、1950年代から1960年代前半に今日の形で初演されたものである。また、共産党、中国政府の政治方針を宣伝する現代劇も創作された。1966年から1976年の文化大革命中は、 他の舞台芸術と同様に迫害を受け苦難の道を歩み、文革集結後の1980年代は、テレビの普及などで観客離れが著しかったが、その後はかやおどし等など、スターも生まれ、21世紀の今日では中国、伝統演劇、第二劇種の地位を確保している。豪女排言武器、追坂な、上端などがある。1980年代から90年代には、 第12夜、王子復旧期のようなシェイクスピアに取材した演目も上演された。名家は、縁ゆきかおる、かやおどし、とう、ようこあおなど。有名劇団は、小公小百科腰劇団、石公小百科腰劇団、加藤越劇実験劇団、上海越劇院など。腰劇、腰劇中山文編、腰劇の世界 P12 腰劇導人旅。ありがとうございます。